明石市内のショッピングセンターで今日、殺傷事件を想定した従業員向けの訓練が実施されました。この訓練は明石市のイオン明石ショッピングセンターで毎年行われているもので、明石警察署の指導のもと従業員およそ30人が参加しました。訓練は施設内で刃物を持った男が通行人を切りつけた想定で行われ、従業員は客を誘導する人やカートを使って犯人を制圧する人、警察に通報する人に分かれ、警察が到着するまでの対応を学びました。まずは逃げるというところで自分の身を守って、警察が来るまでの間ですね、時間を稼いでいただきたいと思います。訓練といえどもやはりちょっと体が震えましたね、恐怖で。実際その場でねできるかどうか、やっぱりちょっと日頃から練習して身につけておかなければいけないと思いました。また訓練の後には警察官による護身術の指導も行われ、参加した従業員たちはいざという時の対応を学んでいました。